の妖怪ウォッチは？ケータ君、飼育係のフミちゃんのために虫を取りに行くんですって。フミちゃんのためにカブトムシやクワガタを取るぞ。ていうかケータ虫取り下手にゃんね。うわ、こんなに虫が取れないなんておかしい。妖怪の仕業だ。にゃにゃ、クワノムシとムシャカブトがいるにゃ。この方々が邪魔してたんでうぃすね。なんか他にも虫系妖怪が出てきたんですけど。そしてそろそろセミマルが起きる時期なんですが、おや、なかなか起きてきませんね。次回もお楽しみにゃん。